ギターリゾネータギターリゾネーターはフィードバック双方に用いられるエレキギター用のエフェクターであるスタンド上部にあるストリングドライバーからの磁場によって一本または複数の弦を振動させるバイブスウェアカンパニーから発売されているフィードバックは当初は望まれない雑音であったが1950年代初め頃から意図的なエフェクトとして音楽史に受け入れられるようになった ジェフ・ベックやピート・タウンゼンド、ジミ・ヘンドリックスなどのギタリストたちがギターをアンプに近づけることで故意にフェードバックを使用するようになり、フィードバック双方はロック音楽の代表的な特徴となった。1970年代には初のフィードバック装置であるイーボーが市場に登場した。ギターリゾネータの ドライバーボックスハーモニクスのコントロール、回路の周波数は弦のポジションや弾く強さなどで変わる通常通り両手で演奏しながらドライバーに近づくことでフィードバックをコントロールする。フィードバックの開始や停止は弦との距離によって決まる。ハーモニクスはドライバーを当てるフレットの位置を変えることで変更できる。ありがとうございます。